例えば外来機の訓練機、年間3万回ぐらいに発着あるわけですけれども、こうしたものを基地の一部機能だけでもですね、本土の空港のどこかに移設する、移すということで沖縄の軽減を、沖縄の負担の軽減を図るということは、ありえないでしょうか。またそのワーキンググループでそれを検討するということはありえないでしょうか。またそれからもう一つ、嘉手納道後湾に関してですけれども、伊江島の飛行場というのがありますけれども、そちらの飛行場の査定利用を考えるというプランがあるわけですけれども、これは検討課題に入りうるでしょうか。すいません、よろしくお願いします。具体的なことは申し上げます。それから、一部機能を県外にというのは、金のそういう考え方です。ですから、そういうことまで排除しているわけではありませんが、問題は短期間にそういうことができるのかと、そういう視点になると思います。